こんにちは、ゆうです。やってきました、パズワのお時間です。これ2024バージョン完成形にしようかな。はい、今日見かけにさ、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。じゃあ今日は今日も見かけにさばが縛りまでやっていきたいと思います。はい、それでは、今回はね、もうね、柴犬マンの僕さんね、魔法石ゲットできるキャラはいなくなったんですけど、まだね、対象キャラ、カンナちゃう、これ、イナ、はい。イナがでクリアすると、黒メダル1枚もらえるんで、はい。イナで使って、超重力ドラゴンラッシュ1にね、はい、ちょっと挑戦していきたいと思います。ただね、早速パーティーご紹介します。はい、こちらですね、はい。イナ&ゼノ&シルバーなんですけど、まあ、リラチェンですね、はい。今回カイトめっちゃ詰め込みました。はい、ほとんどコラボキャラですね。イナ以外全部コラボキャラ。はい、それではご紹介しましょう。はい、リーダーの、イナに小学生 LG プラスで上演解放ワイルドトリートハロウィンチャクルブリですね。はい、僕ね、もうプラス難民、タマドラ難民、2つの難民抱えてるんで、はい、ちょっともう小学生は LG プラスのままです。はい、でこちらデンジ君ですね。デンジ君に毒目覚め耐性神キラ10連ガチャパワー、単にね、雲耐性がなかったっていうだけなんですよね。でも、ワンチャン覚醒無効解除にもなるかと思って、なんかとりあえずつけておきました。はい。で、こちらカイトですね。カイトにスキルチェーン4つ、ドラゴンキラー2つ、あとは虫柱の通行、金尾武器ですね。はい。で、こちらが、潜在は同じで徳川武器つけております。で、こちらがクロロルシルフルですね。クロロルシルフルに小学生、小学生じゃなくて潜在がドラゴンキラーにアシスト無効潜在にライフプライド、白髪のフェスゲンの、ドラゴンキラーを補いつつ、ドラゴンキラープラスしつつ、完全クラミ体制を補ってもらいます。はい。で、こちらがゼノ&シルバーですね。ゼノ&シルバーに小学生、無効貫通潜在プラスに上限解放スリーチェーン2つ。こちらもライフプライドですね。はい。で、バッチは HP プラスです。いろいろ立ち回りミスってしまいました。はい、闇2コンボ消せへんかったり、ちょっとたるんでますわ。はい、ちょっと気合入れて最高。もうね、急旬も到来したしね。はい、ちょっと気合入れていこう。あ、マジか、暗闇の方か。アシスト向こうでも一応対応はしてるんですけど、これうん、いや、はいはい。じゃあこれライフプライド上使いまして、はい、でクロール使いまして、レクイエムです言うて、いいメガゼルを言うて、2連続言わして、で、クロロ変身。で、これゼノ&シルバーはね、吸収の方にした、かぶっとるさっきからみんな、ほんま。で、レンジ君使いまして、これ、経験は、とで置いとくか、もう。はいはい。ちょっとだるいな、これ。よしよし、オッケーオッケー。十字だるいとか、十字がだるいんじゃなくて、相変わらずお口が悪いんですから、もう。よし。よし、で、ここで、少しだんまりが溜まるんで、で、サイレントワルツ。サイレントワルツ。しまして、はいはい。最近ね、こう、クロロを使うときにね、T 字消しにハマっておりまして、はい、私ね、はい。崩れそうやけどね。はい。で、カイトのコンボカさんも合わさってスキルの効果の、これでいけると、はい。OK。全然、ほんまにっていうか、大丈夫なんですよね、何をと思ったか、わからんから、適当に大丈夫なんですよって言ったんですが、アシスト向こうされても全然、耐えれるんで、イナリーダーにしとけば、常時軽減なんで、それで全然耐えれるんで、はい、大丈夫です、これ。はい。見事に落としに絶妙になってないっていうね、はい。暗闇きついな、これ。マジでだるいな。オッケー。で、次が、こっちか。オッケー。覚醒向こうのやつが来た時だけね、若干危ないんですけどね。で、確実に頭を潰せ。さっきから確実に頭潰してばっかじゃない？なんか。ちょっと待って。これで、あると、
信じてる。これであると信じてるよ。ほんま。あ、やばいやばい。ノールック。あ、さ、効率大丈夫だった。そうそうそう。優しいね、優しいね、優しいね、優しいね。怒ってくるだけね、怒ってくるだけね。オッケーオッケーオッケー。ハプナ、ノールックパズル。またまた頭潰してばっかりやって、ほんま。大丈夫かな、大丈夫かな、この人。あぶねえ。ノールッククライムパズルはあかんて。さすがに超回復となってくる。超回復じゃない、超クライムとなってくると。そこまで今繋がっとるんかいな。これ全然耐えれたんで、ちょっとなんか攻撃しとかなかったんですよね。そうそうそう、そう。で、伝統ワルツ。再伝統ワルツと確実に頭潰すのなんか、行き来してるだけちゃう？上は回復なんで、上じゃ闇なんで。オッケー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 。はい。暗闇がね、ちょっとしんどいっすわね。よし、4、6フロア。はい。オッケー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 。はいはい。吸収ね。吸収やから。またこれかいな。サイレントワルツばっかりやねんけど、なんかあの、吸収のやつ全部出てこうへん。あ、こっちだと、ドゥルルルルさん出た。はい。で、じゃあこれして、やれ。やって、はい。で、こちらを。で、トナザー。で、こちらで、どうしよっかな。向こう貫通の方が軽くでいいかな、これ。そうやね。だって、デンジ君が、指間に合う？指間に合う？指間に合う？はい。あぶね、コンボ加算忘れた。コンボ、吸収忘れた。よし、いい。けい。で、次が、確か、闇吸収よね、この子。はいはい、そうだね。はい。そうよねって、なんか、おねえみたいになっちゃったけど、これが回復から闇を6個生成。はい。で、じゃあ、存分にて。マジ、滑舌大丈夫かいな、今日。もう心配になってくるわ、自分で。闇を、とりあえず、次、カイト上がってくるよね。オッケーオッケー。はい。んで、痛い。コンボ現象か。はい。自分で守れ。はいはい。それずっと言っといてほしい。いやーこれもね、ギルバート・リュランダル議長の、まあ、シャー・アズナブルの方が馴染み深いんですけど、はい。これもうね、全然15個ずつなんで、はい。切らずみで全然いけるでしょ。OK! よし。はいはい。これは？ウェーインクか。んで、2コンボ重ねから、する意味あるよね。オッケーオッケー。で、はい、はい。さっき余裕あったんで、結構。で、回復も余裕あったんで、こんなんでいいか。もういいか。やばい。あ、よかったよかった。この人にコンボ吸収意識してどうすんねん。大丈夫。ヘパドラって何してくるんだったっけ。あ、いいな、残ってた。よかった。降りてよかった。でも、これあるよね、色。闇。あ、よかった。あるわ。はい。ヘパドラも出てくるんですね。もう分かってないんですよ、まだ、ほんまに。はい。もしかして一番の当たりがヘパドラですか？もうガイアドラゴン、ヘラドラ、バカっすね、なんか今回、この感。ちょっと、攻撃力下げられてるんで、イナで取り戻して、次カイト持ってくるよね。オッケーオッケー。なんかこれ、ティーヤと信じて、行っちゃおうか。ノールック。
暗闇パズルでまたかましてもらいましたけど、はい、お疲れ様です。よし、ゲイ、よしよしよし。んで、いや、どっちも同じかいな。確実に頭を潰せ。ノールック闇パズドラは、ノールック闇パズドラじゃなくて、ノールック超暗闇パズドラはもうしないと決めたんで、はい、もういたしませんので、はいはい。あの、これカイトどっちも使ってたら無効感知もありやったな。まあまあ怖いんで、はい。で、じゃあ、レンジ君行きまして。よし。で、これも使っちゃうか、もう。で、こっちは闇ね。闇持って、列行こうか。稲が列持ってるんで。ほい、ほい。これで、お疲れ生、で、ちょっと、めっちゃ唾かかった、今。はい、オッケー。よっしゃー、クリア。お、え、こんな竜最初ゲットなの、こんな竜言うてもうた。それでは黒メダルいただきましょうか。はい、黒メダルいただきました。あと、はい、これぐらいかな、今持ってるリーダーで、はい、あの、回収できるの。もうガチャドラもね、他いないんで、あの、セシルと、シェリカと、あの、忘れた名前。はい、忘れたこと言いません。それではね、今回はあの、この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。あの、ぜひ、あの、動画の評価やチャンネル登録、あの、この動画良かったら、あの、チャンネル登録も、評価も、よろしくお願いいたします。あとね、動画の感想などもぜひ、あの、いただけると嬉しいです。それではね、あの、また次回お会いしましょう。バイバイ。